はい、どうもヒコマンです。モンハンナウの時間がやってまいりました。ディオレースアッシュ出現率アップ初日なんですけどね、ちょっとガチることにしました。現在頭ここまで強化しました。グレート6のレベル5、これをグレート7のレベル5にするまで帰れま10やります。ついにこの企画がやってまいりました。まあ、天候が崩れるのが心配なのと、田んぼがね森林地帯なうちにねやっておきたい。住宅街でやるよりはよほど効率がいいでしょう。で、素材なんですけど、7号まで必要な素材調べました。こちらです。1羽の縄は爪ですね、85個。ちなみに現在は6個です。あと79個、厳しいな。激鱗は1つ持ってるのであと1つです。まあ、爪探してるうち多分見つかると思います。てなわけでね、1体買ってきましょう。星6だったらね V 破壊しやすいです。翼は後回しです。とりあえず背中狙っていきます。背中といってもお腹なんですけどね、あのディアブロスと同じです。お腹破壊するとなぜか背中も破壊できます。貫いてんのかな。その後に頭狙ってます。頭外れてね、翼に当たって翼が破壊できてもいい感じです。とりあえずやっていきます。近くのハンター数7、すごいな。車が多いんだと思います。あんまりうるさいこと言いたくないですけど。では行きます。ポチポチ、もうね接近しちゃいます。でね、お腹打っちゃいます。これをね星8でやるとね無理になります。ははー、危ない。翼破壊しちゃいました。まあいいでしょう、爪が欲しいんで。星6がね非常にやりやすい。おお、レア2の素材来ました。レア3も来た。爪も2個、いい感じです。とりあえずね激鱗も目指していきましょう。今回ね原種がすごい多いです。脇のパーセンテージ変えましたかね。3日間ずっと湧くようにしたんでね、出現率変えたんかもしれないですね。なかなかに厳しくなりました。ここにもいるんでね、行ってみましょう。では2体目です。ポチ、サクッと V 破壊していきます。こういってお腹打ちます。もう一発打ちます。 OK です。頭破壊 OK です。で、翼は無理です。こんな感じで進めていきます。とりあえず 2V は確実に。おほほほ、鱗じゃないんだよな。とりあえずレアさんの素材が手に入ってよかったです。こっからもう見えなくなってしまった。あそこに1体いる。星9はお呼びでないな。とりあえず向こう行ってぐーって回ります。真っ暗ゾーン突入です。この先に星6がいるんですよね。完全に闇です。あの星6は届かないな。敷地内ですね、無理そうです。向こうの星6はどうだろう、ワンチャンある。さっき坂道ですっ転びましてね明日にすればよかったと後悔中です。あの坂道に登るときにね、自転車から降りたんですよね。そしたらあの私でくぼみになったんですよね、車輪の部分が。って思った以上に深くてすっ転びました。お、入れそうかな。お、入りました。真っ暗だとは思いますけどね、一応顔映してます。素材がいっぱい。ジンオーガの爪が捨てられない何かの時に使うかもと思うとね、捨てられないです。これぐらいでいいでしょう。ではいきます。ポチポチ、激鱗が出るとこ抑えたいですね。背中を壊していく。頭破壊できず。星6は非常にやりやすい。レアリの素材ゲットです。あそこがいけないのかな、残念だな。仕方なし。怖いな。さっき通った時はねこんなんなかったんですけどね。なんかね木がバラバラになって落ちてます。なぜこうなった。1時間前ぐらいですけどね、通ったのは。木をバラバラにするモンスターがいるんでしょうか。森林の暴れ者って感じです。田んぼエリアいないかもと一瞬焦りましたが、3体出てきました。もうちょっと奥もあります。一瞬焦りましたよ。3体でも少ないですけどね。とりあえず倒していきましょう。星7なんで油断できない。翼にやっていきますか。オッケー、頭を破壊したい。破壊できず。オッケー、頭破壊。激鱗来い。レア2、レア4。まあいいでしょう。引き続きあっち行きましょう。ここは何者にも邪魔されないでいいね。ここを曲がっての。では真っ暗ですけど行きます。星6なんでたやすいです。背中を壊しましょう。あ、ダメだ。オッケー。
方向。オッケー、危ない。そして頭破壊。翼も欲しい。お、撃破です。 3V 破壊です。レアニが2つ。まあいいでしょう。撃に大変だなこれ。では星5やります。あっちにいまいましい星9が現れました。星9は無理だ。星5は V 破壊しやすいです。狙っていきましょう。とりあえずまずは背中、そして頭。壊れない。そして翼、まあこれが精一杯だな。やっつけちゃいますからね。レア4レア3。激に狙うとなったら大変だな。うわ、星級が2体もいる。なんか星級多くなった。さっきからこれで5体目ぐらいです。星級2連の奥に星6がいました。ナイスです。では背中のやっていきましょう。こっち行って、あー翼に当たってしまった。オッケー、背中壊していく。そして翼を壊していく。頭はどうだい。ダメでした。レア2レア3。あとはレア1ですね。激に狙うと出ないですね。ではそのまま進みます。もう1体星6がいました。倒しちゃいましょう。背中を狙っていく。ダメか。もう一発。オッケー。そして次は翼。ダメか。オッケー、撃破です。頭は破壊できませんでした。あの二段階級に最初やられたな。今はもうバレてますよ。レア4とレア3の素材ゲットです。今どれぐらいだろう。85だよね。確か爪85だと思います。25、あと60。結構大変っすな。では引き続き行きましょう。4体おります。最初に来た時もここ結構湧いてました。とりあえず星7から行きます。よし、翼を破壊していく。オッケー。あと頭です。もらえるかな。ダメか。ダメでした。とりあえず両翼撃破。爪でもいいんですよね。というわけでレア4とレア2の素材ゲットです。あとはレア1。爪は3枚追加です。そして続けて星6。星6は倒しやすい。あ、壊れない。オッケー。翼をもらっていく。オッケー。頭を破壊できず。レア2ではまだいます。あっちに。オッケーです。では行きます。ポチポチポチ。お腹を破壊しましょう。あー危ない。オッケー。翼をもらいたい。あー尻尾切ってもよかったな。うわーやられていく。ダメだ、翼が破壊できない。やばいぞ、集中力がなくなってきたぞ。あんなに簡単に倒していた星力が倒せなくなってきてる。レアさんの素材ゲットです。お、背中からレアさんの素材来ました。爪の数を確認しなければよかったな。かなり先が遠いことが分かってしまった。まあどちらにしろ激に出さなきゃいけないんですけどね。爪が集まる前にね、激に出てほしいです。激になんて普段結構出るんだけどな。では星足です。これは V 破壊を狙ってる余裕がないです。全力で倒すのみ。あぶねえ。もう方向来るんだっけ。おお、連続はずるいぜ。こりゃダメだな。方向しすぎま。ここで撃ちたいもん、撃ちたい。OK。 いまいちだな。危ない危ない危ない。ジャスカイ危ない。よし、翼を破壊していく。危ない。
優勝。オッケー、撃破です。倒せてよかった。激凛よこい。オールレア1っていう、ひどいっすね。でも爪がすごい、5個。これはこれでいいね。もう一回確認しちゃうぞ。今36です。85まで遠いっすね。頑張っていきましょい。こっからは田んぼエリアを抜けて住宅街エリアへ向かいます。街の明かりが見えます。とりあえずね、向こう側に星8が2体います。あと星5。では行きますか。どっから降りるんだろう。ここに階段がありました。ここから降りましょう。おっこいしょっと。ちなみに現在の時刻は23時6分です。明日にしとけばよかったかな。住宅街だとね、神経使いますからね。ここ下行けんのかな。敷地に入らないかな。いや大丈夫でしょう。降りてきました。うん、大丈夫だ。住宅街です。この自転車を考慮してない段を見るに、自転車は通る場所じゃないな。久しぶりに顔が映りました。ということで星8やってきます。 OK、 翼撃破です。ごめん。 OK、 OK、 頭撃破です。そして激凛来い。レア4。なかなか難しいですね。では次あっちの星8です。ではまた星8いきます。星8はね、厳しいんですよね。毎回生きるか死ぬかの戦いです。そしてすぐ撃っちゃう。あー、なんという動きをするんだ。これ風圧がね、厄介だよな。危ない。あぶあぶあぶ。くー、風圧からの方向嫌になっちゃうね。これダメだな。こいつは厄介なやつだ。おーし、翼を破壊したぞ。危ない。オッケー、ジャスカイ。オッケー、ツーシポー。ダメだ。おほほ、なんとか撃破です。辛い戦いでござった。レア2とレア4の素材ゲットです。レア5が来ない。爪3個いいっすね。次は星5です。星5からは激凛が出ない。残念。星5の元へやってきました。向こうにね、なんかいますね。星が隠れちゃってますけど、星9じゃないことを祈ります。ではとりあえず星5から、まあ、爪でもいただきましょうか。 OK、 背中を破壊しての、一丁前に方向する。これは危ないんだよね。ダメだ。余計なところを攻撃してしまった。星5は3部位ぐらい破壊できるのに。レア2とレア4が来ました。なかなかいいの持ってんじゃねえか。爪は1つ。ではあっち行きましょう。こんな時間に車通るの？なんかやたら慎重に横を通り過ぎてきました。というわけで星6やります。こっち、こっから激凛出てくれ。お願いします。 OK、 背中破壊。翼を破壊していく。 OK、 頭も破壊。もう片方の翼は破壊できず、3部位破壊です。おお、レア2でした。ほんと狙うと激凛出ないもんだな。しばらく放浪してやっと2体です。そして気づいたことがあります。激凛を媒介してればこんなに苦労することはなかった。こんなに出ないもんだとは思いませんでした。まあ結局爪を集めなきゃいけないんですけどね。なんつか余裕さが違う。これから出るかもしんない。 OK、 背中を壊していく。翼を壊していく。お、頭も破壊できました。激凛お願いします。レア4じゃないんだよな。向こうの星7が出すかもしんない。なんかこの辺すごいひっそりとしてます。深夜って感じです。まだ23時37分なんですけどね。まあ夜中ですけど、なんかね、夜中の2時3時ぐらいな感じがします。そろそろね、0時のリポップが入ります。それに期待しましょう。さっき車が慎重に通り過ぎてたの、この映像を見てたんですね。液晶に映像が映ってますからね。何をしてるんだっていう感じでしょうね。これはもう職質間違いなしですね。まあ丁寧に説明しましょう。では星7いきます。これは V 破壊を狙ってる余裕がない。 OK、 翼を破壊できた。一応頭を狙っていく。お、頭も破壊できた。こっちの翼ももらいましょう。
ダメでした。激鈴お願いします。激鈴、レア4レア3来ないっすね。ではね、新日大持って行ってみます。とりあえず星5やります。遅れて背中が破壊された。この遅れて破壊されるのは何なんだ、スマホのせいなのか。 OK、 とりあえず翼を破壊、もう一つは破壊できず。オールレア1、向こうが表示されないんだが、とりあえずあっちに星6がいます。再起動したら星5が出てきたんで、星5のところ来ました。とりあえずサクッと倒しておきましょう。 OK、 背中を壊していく。おー、翼が壊れた。頭を壊した。 3V 破壊です。私も V 破壊するようになったとはな。レアさんの素材ですね。時刻は23時48分。この星6やりたいな。もうちょっと奥行ってみるか。奥まったところに1体いました。お、出てきた。よかった。今届かないかなと思ったんですけど、届きました。ポチポチ。これを通してさっきの6のとこ行きましょう。オッケー。背中を壊していく方向ですね。オッケー。翼を破壊していく。頭破壊できず。近いからいいかなと思ったんですけどね。ダメでした。おーっと、レア4でした。では返す刀でね、さっきの星6のとこ戻ります。でっかい田んぼに道が寸断されていて、ここに来るのが厄介でした。ディポップまであと3分です。ディポップまたぐとね、ネットワークエラーでね、エラーが出てね、このバトルが中止になっちゃう可能性があるんですよね。なるべくなら早く倒したい。この間消えちゃったんですよね、またいだら。ではレッツラー5。 OK、 背中を破壊していく。頭を破壊していく。終わってしまいました。激鈴来い。おー、オールレア1来た。ではもうこの辺やりきった。あと2分でリポップです。ここ3エリアね、森林地帯なんで、ここ一体やって田んぼに向かえばもうバッチグーじゃないでしょうか。ちなみにそろそろ爪集まっちゃいます。57、85まであともう少しです。ではあと1分でリポップです。これ倒しておくか。いや、余計なことはしないでおこう。また奥まったところに出られたら困るんだけどな。とりあえず田んぼ方面に出てほしい。今0時になりました。リポップ入ります。起きた。うわー、逆に現れた。仕方ない、端っこから攻めていきましょう。そして田んぼに帰ります。ではとりあえず星8です。行きましょう。おお、素材削除。とりあえずこれぐらい削除しておきましょう。ではいきます。3時までたっぷりあります。こうです。ここで方向か。風圧が本当に厄介ですね。そこからの方向、おりゃー、ダメダメージだな。オッケー、頭を壊…あ、翼だった。オッケー、撃破です。あ、デイリークエストが始まってしまった。おー、そしてオールレア1。ひどいな。星6行って、星8行って、星6行きましょう。ここはね、森林3エリアの端っこです。なのでここからね、向こうに行きます。とりあえずこの辺にいるやつを倒す。まずはお前だ。背中を壊していく。足でもいいのか。翼も破壊していく。頭も欲しい。頭はダメでした。レア2、ダメですね。次行きましょう。次どっちがいいのかな。星8行きますか。畑が光ってます。未知との遭遇みたいです。では星8行きます。ポチ。ほんと撮影すると出ないですよね。これ撮影切ったら出るんですよね。そういうものです。方向来てもいいんだぜ。うわっ、ここで来た。危ねえ、危ない。あー、ついに食らってしまった。頑張ったんだけどな、ここまで。オッケー、背中壊しました。撃破です。撃鈴お願いします。レア2、レア1、残念。ここまで出ないか。応急枠あと2つです。応急枠が消えたらもう完全に帰ります。帰れまてん、ストップです。では回復。向こうの星6やります。応急枠のことも考えると、やっぱり明日だったかな。いや、もう日付変わって今日ですけど、倍化しとけばな。では星6いきます。ここまで出ないとはな。
あー失敗した。オッケー、頭破壊。んー、レア4だった。では向こう行きましょう。やっと星6のとこ来ました。ここが端っこですね。ここ終わったら田んぼを向かいます。この前に星8のクリアクやったんですけど、そしたらレア5の素材出たんですよね。なんか嫌な予感しかしないんですけど、あそこで確率座れちゃったかもしれないです。では行きます、倒します。ポチポチ、思い過ごしであってくれ。おう、背中破壊、頭も破壊したい。オッケー。そして羽、撃破です。やばいなこれ、ハマってるな。うー、レア4とレア2です。現在の爪69、そろそろ終わりが見えてきました。そろそろ職質タイムに入るのでね、田んぼに入りたい。星6がね4体出ました。これはビッグチャンスです。とりあえず1体サクッと倒しましょう。オッケー、背中を壊していく。次は頭だ。オッケー、次は翼だ。翼は破壊できず、欲張りすぎですね。ガジアギア激鱗がいや来ない。さっきねディオレイヤーやったらね激鱗出たんですよね。まだ座れちゃったかもしれないです。いやいや、まだ3体いる。頑張っていきましょい。奥へ来たらね、星7も出てきました。チャンスが1回増えました。これはどうだい？オッケー、背中破壊したよ。オッケー、頭も破壊した。あ、激鱗は尻尾だけなんだ。そうか、今思い出した。おー、てってれー。やっと出た。長かったなー。これは倍化しとくか。いやーいいだろう。まあこれはいいでしょう。確認、これで作れます。アップグレード、グレード7になります。このまま75までいけると思います。ポチ、いや爪がないんだまだ。あとは気が楽です。オッケー、2、3、4で次で5です。爪あともう少し、計画通りとりあえずこれで帰れるよう、どんどん買っていこう。ケイ背中、ケイ撃破です。あー、どんどん翼破壊した方がいいな。爪が欲しい、爪が欲しい、爪が欲しい。爪2つゲットです。この星8のディオレースやっています。いやもう大き枠がないんだな。大き枠1つ、万が一でもダメージを受けれない。ではね、向こう行って田んぼリア通って帰ります。それでお風呂入って寝ますいやね、帰ろうかなと思ったんですよね。ライトのバッテリーがもう少ないんですよ。それを言い訳に帰ろうかななんて思ってました。それをしたらね、帰りまでの信用度落ちちゃうなとか考えてました。とりあえず一通り買って、最終的に頭を7号にして終わりにしたいと思います。ここからは撮影ストップします。もう出したんでね、あそこが撮りたかった、それだけです。ではしばしのお別れです。はい、てなわけでね、時刻は1時54分、これにて終了です。というわけで7号にしましょう。爪もね42個かなり集まりました。あれから激鱗は1つ出ました。だいたい20分の1ぐらいの確率じゃないかなと思います。ヒコボン調べ。というわけでレベルアップ、 OK です。今のところね、流木のかけらはね武器に使いたいんでね、まあこの辺でいいでしょう。というわけでね、7号達成しました。ちなみに何体買ったのか見てみましょう。90体になりました。最初6体でしたけどね、約半日でね84体討伐しました。まあよくやったんじゃないでしょうか。まあ天気がねずっと晴れだったらね、まあのんびりやればいいなと思うんですけどね、ちょっと天気が崩れる予報だったので頑張っちゃいました。まああと田んぼがね森林地帯だったっていうのが大きいです。あんまりいなかったですけど、まあ撮影はしやすい。というわけでディオレアーシュの頭、グレート7のレベル5にするまで帰れません。見事達成しました。帰ってお風呂入って寝ます。明日は編集に当てます。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャー。